財団法人東海大学付属高級中等学校は台中市西東区にある東海大学付属の私立高級中学。略称は東大府中。1955年の東海大学設立当初、教職員の子供の教育環境が不足していたことから付属中学の設置が決定された。ただし当時の教育法令の規定では私立大学には 付属中学の設置が認められていなかった。そのため、東海大学とは別団体扱いとし、1958年12月27日に、大中市私立懐温書級中学として設立した。東海大学がミッション系大学であり、また、教職員の子供にもキリスト教徒が多かったことから、懐温と命名された。1985年5月7日、9年、 国民義務教育に関する法改正に伴い、大中市私立懐音国民中学と改正。2000年4月13日、高中部を増置し、大中市私立懐音高級中学と改正。これにより懐音高級中学は、高中部と国中部の二部制となった。2002年1月11日、私立大学にも付属中学の設置が可能となったことから、 東海大学の付属学校に改正し、私立東海大学付属高級中学となった。2008年2月27日、中華民国教育部への申請を通過し、私立東海大学付属実験高級中学と改正。2010年、学生宿舎が落成。2011年、東大府省と合併の上、高中部、国中部、小学部、 幼稚園の体制に改めた。2017年8月1日、公明を財団法人東海大学、附属高級中等学校に改称。ありがとうございます。